もう大丈夫です、ベル様。怖いものは、すべてなくなりましたから。どっせーゴー勝手に美味しいとこだけ奪っていくんじゃない神様。さあ、おいで。ベル君、泣くのなら僕の胸の中でだね。アルゴノート君、大丈夫だった？間に合ってよかった。本当に本当に膝枕しよっか。皆さん、ありがとうございます。なんなんだ、君たちは。どうでもいいが、この神様はどうするんだい。あ、ベルキュー。そうだった。どうしてくれようか。すまないエスティア、ほんの出来心だったんだ。一度ならず二度までも信用できるわけないだろ。仕方なかったんだ。無垢で無防備なベル君が浴場にいて浴場しないなんてできるだろうか。いや、できるはずがない。一回昇天してもらった方がいいんじゃないかい。そうか。待って、ちょっとタイム。約束する。金輪際イエス・ベルキュンノータッチは遵守すると、真摯に徹すると。意味がわからないのですが。この愛は胸に秘めた愛だけは真実なんだ。頼む、信じてくれ。謝ってないですが、なんとなく不憫な気も。まあ、私たちはともかくアルゴノート君を傷つけようとはしてないもんね。いやいや、甘やかすと何度だって同じことをするに決まって。すまなかったベル君、本当に負けさせてしまっただけなんだ。こんなことをして今さら信じてもらえないかもしれない。だが私はベルキュンと楽しく語らい合いたかっただけなんだ。スエゼンに思わず手を出してつまみ食いなんてよくあることだけどね。それは君だけだと思うけど。神様。ん？
アポロン様を許してあげませんか？ベル君？ベル君？アポロン様が団員を愛してたっていうのは本当だと思うんです。ヒワキントスさんやリッソスさんがついていったっていう話も聞きました。ベル君、反省もされているようですし、だからもうこんなことしないって約束してもらえるなら、次は普通にみんなで話したりするだけっていうなら許してあげてもいいんじゃないかなって。いなくなったらヒワキントスさんたちも悲しむでしょうし。ベル君、ああなんて慈悲深い、まさにエンジェル。結局こうなっちゃうか。いいんじゃないでしょうか。また構想が始まったりするよりは。はい、ベル様のおっしゃる通り、アポロン様も反省してくださってるようですし。そりゃあもう海より深く、このアポロン、愛と反省の深さだけは保証する。うさんくさいんだよな。あ、どうしました、アイズさん。結局あんまり温泉入れなかった。おお、それならここを使えばいい。せめてもの償いというわけでもないが、この屋敷と浴場を君たちのために開放しようじゃないか。食事や飲み物も用意させよう。私の反省の深さを示すということで。調子がいいね。酒を飲めるっていうなら私は構わないけどね。それに坊やたちがいいってんならこれで手打ちでいいんじゃないのかい。やれやれ、まあ確かに年がいまで来たんだ。楽しまなきゃ損ってものか。ベル君たちの優しさに感謝するんだぞ、アポロン。もちろんだとも。では今夜は存分に楽しんでくれたまえ。ベル様と婚約。すぐ伸びるね、この狐は。アルゴノート君、あっちのサウナっていうところに行ってみようよ。抜け駆けは許さないぞ、アマゾネス君。ベル君といい汗をかくのは僕だ。ちょっとお二人とも。ベル、膝枕する？沈んじゃいますから。今はひとときの愉悦を存分に味わうと。だが私は必ず
ベルケンの元に戻ってくるぞ。はあ、